皆様こんにちは。今日はこの黒ずんだシルバーリングをピカピカにしようと思います。最初に、簡単に漬け込んでいきたいと思います。アルミホイルとお湯で汚れを浮かそうと思います。ただアルミホイルを敷いた上に、リングを乗せて熱湯を注いだだけです。お湯に入れたら直後からちょっと綺麗になっていってる気はします。ひとまず5分ほどで取り出します。この辺はシルバーではないんですけど、ちょっとくすんでいたのはちょっと取れたみたいですね。まあまあなんか取れてるような気はしますね。ちょっと綺麗になった感じはします。つける前と比べたら全然綺麗にはなってますね。5分でこれぐらい取れるんだっていうのは分かりました。追加で5分ぐらいまたつけていこうと思います。隙間がですね、まあ、まだ黒いところが残ってるので、もうちょっと漬け込もうかな。どうしようか。とりあえずシルバーのリングだけ重曹をつけて、重曹を入れて、また追加で5分間つけます。なったんですけど、やっぱハンドメイドの、シルバーなんで、ちょっと凸凹のところとか、小さい小傷みたいなところの黒ずみを、これどうやって取ろうかな。とりあえずまた追加で5分つけました。小さい穴みたいな凸凹があって、そこが取れないんで、まあ、ブラシでちょっと磨いてます。どうでしょうか。まあ、今一つな感じですね。あ、最後はもう結局磨く感じなんで、ピカールで磨いていきます。もう表面は綺麗なんで、あとちょっと凸凹の溝のところとかを集中して綿棒で磨いていきます。はい、綺麗になりました。やっぱ違いますね。落下です。最初の入れる前と比べたらもう全然段違いに綺麗ですね。綺麗ですね、やっぱね。最後までご視聴ありがとうございました。
Thank you.